キアン、ありがとう、ブラッチ。あ、そうなんです、3人サンマーの方なんですけど、2夜連続で役満が出ました。嬉しい。この麻雀で全部運を吸い取られてたらどうしよう。コシさん、フジモンさん、虹色さん、キラさん、ユッキーさん、カタカナのシロさん、ありがとう。アマトーさん、ありがとうございます。ノブシャン、ワンダーさん、カンちゃん、カンちゃん、ヒラさんか、サトちゃん、ヒデマロさん、ありがとう。大将さん、ハートに、ヒデユキさん、バラ、ありがとうございます。今日は長州の明月ムーン、明月コーンムーンって何？コーンムーンって何？トウモロコシのことを言ってるの？トウモロコシの月なんかあるの？なんでもあるね。コーンムーンだって今日。はお団子忘れた。お団子今日やったのに。めっちゃのんきにさ、コーンムーンってなんなんとかって言ったら、お団子忘れた。あれ、今日さ、みんなってお団子食べようって言ってたのに、めっちゃのんきに、のんきのお団子を普通に忘れたわ。今日月見てもないし、月見てもないわ。今日お団子みんなで食べようねって言ってたのにね、昨日。終わったわ、買いに行こうか。そうそうね、そう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 のフリーレンね。そうそう、それをミントで買う。だから12時、まあ多分ぴったりに終わらんくてもいいけどね、全然。TikTok の方。大将さん、ハートありがとうございます。うわー、ミスったな、本当に。のぶしゃん、お疲れ様。バタコさん、ケンサクさん、ブルーさん、カズノリさん、オッチさん、マーク2さん、マコトさん、アサミさん、タカノリさん、ゾウさん、ネコプー、ビャクヤーさん、ありがとう。ノブシャン、百キラありがとう。ミーシャンさん、スエさん、ありがとうございます。スエヒナちゃん手作りの団子、いいな、風流だね。私はすっかり忘れてたよ。本当に私ってなんかそういうのせんよね。忘れとるし、忘れとるし、本当にすみません。桜、お花見とかもね、本当に何かないとせんのよね。お花見もなんかお月様もめっちゃそのしようとは思ってるんですけど、いつか配信もしたいし、お花見とかお花見配信したいよ。来年はするか。ドナルドさん、ひでますさん、ありがとう。コロポー、ありがとう。今日は鶏のレバーを醤油でこっそり、こっそりじゃない、こってりか、こってり煮て食べてたら美味しかった。あー、そうだね、ちょっとレバー、あ、レバー苦手だ、ちょっとだけ。よく覚えてるね。ドナルドさん、ひでますさん、おがこさん、じゅんやさん、ローマ字のまささん、メリーさん、ピルクル、ひでゆきさん、ありがとう。お、キラさんも。あー、そうか、今やってるやつか。9時からやってるんだっけ。見てる人どうなんだろう。あ、でもネタバレはしんといてほしいな。やっくんいらっしゃい。大将さん、フルありがとう。今日も。ゆきーさん、ハート、ありがとう。まみちゃん、ありがとうね。国士無双。ファイトガールでは初めてかも、国士無双。嬉しい。まあ言うてもね、ほとんど国士無双の手配やったんやけど
なんか手順がどうとかじゃない、もうなんか普通に打ってたら国士無双になった。5巡目ぐらいで上がったよ、トーン1曲の。だから同卓してた方は申し訳ないね、トーン1曲だったからね。野菜炒めさん、ありがとうございます。暇の指摘でしたね。ありがとう、昨日のやつか。ずったかさん、さかぴーさん、ありがとうございます。しんいち、嬉しい。ぐっち、りゅう、だいくさん、かぺさん、ありがとう。よっぴーさん、かわいい、ありがとうね。あさみさん、ありがとう。 AKA さん、いらっしゃい。おお、録画してるのか、早々のフリーレン。しんいち、すすき、ありがとう。ベクポワさん、いら、あ、違う、ギフト、ありがとう。そう、だからさ、そのお団子部屋も忘れちゃった、やるの。え、ちょっと今からお団子するよ。ここにちょっと一個コマあるし、ちょっと普通に簡易的でよければめっちゃすぐできるよ、お団子。できた、できました。見えん、何にも見えん、何にも見えんけど、お団子できた。すぐできる。ちょっとでもやっぱり何にも見えないから、ちょっと待って、一回撮るわ。一回撮って、お団子かわいい。あ、ほんと？じゃあちょっともう一回やろうわ。ちょっとさっき、ちょっともうちょいこうやってして、こうやってして、ほっ。なんかね、あの、ちゃんとせんとね、チョココロネみたいになるんだよね。あ、今絶対チョココロネみたいな感じになってるわ。ちょ、自分じゃ見えんけ、わからんけど。あ、自分じゃ見えない、自分じゃ見えない。さっきの方が綺麗だったかも。そうじゃん、そうじゃん、本当にね。あの、お正月のお餅、お餅カチューシャみたいな、ここ置いてなかったかな。お団子ではないけど、お餅のカチューシャ持ってるんだよね。 TK 兄さん、お団子買ってきてあげてはすごすぎ。申し訳なさすぎ。月出てないんだ。そっか、じゃあ見に行っても出てないか、月。お、佐々木春樹さん、はじめまして、ありがとうございます。あ、お団子売り切れてた。さすがに今日は朝一から買わんとないんじゃない、わからんけど。どこまで読んだかな。団子作る配信は、あの、片栗粉はあるからね、とろみはつけれるんだけど、あの、中華丼よく作るからさ、片栗粉はあるんだよね。片栗粉でどうにかお団子作れるのかな。お団子って無理か。お買い物配信、若井さん、ありがとう、ギフト。ひろくん、ありがとう。漢字のよしさん、キング翼さん、ありがとう。どこまで読んでたかわからんくなった、ごめん。桜タイガーさん、コシさん、ギフトありがとう。お団子だね。ジュンヤさん、キラ100ありがとう。ジーさん、いらっしゃい。マミちゃん、フル、ありがとうございます。あ、ミートボールありがとう。ミートボール、カルロスさん、いらっしゃい。ジャンさん、かおりさんのルームよりキラ100ありがとうございます。え、いいなぁ、まんまるお月様見えてるんだって、ジャンさんのところ。どこやろ。キラブンタさん、ありがとう。ありがとうね、ロリさん、今日も。竹
秋山みーつさんいらっしゃい。白熊さんお団子ありがとうございます。あ、ブレイブさんおめでとう。フルトありがとう。今日誕生日だっておめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアブレイブさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。今日誕生日だってありがとう。いつも松山は晴れのち曇りの真夏日で、まだまだ暑そうだって。今日暑かったのかな愛媛。これも昨日言ってくれてたよね。タッタさん100キラありがとね。スエさんお団子ありがとね。おー、秀丸さん大阪は晴れてるんだね、お月様見えたって。そう、東京がね今日あんまり天気良くなくて見えんね。ようちゃんありがとうございます。お団子一つでウーバー贅沢やね。あるんかな。しかもじいさんハートありがとう。スエさんススキありがとう。桜大河さんめっちゃお団子くれてる、ありがとう。ポン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 。みーくん、スナフキンさんいらっしゃい。ちょっとお月見っぽい曲流す。お月見あるかな。月見、あ、おー、なるほど。ちょっと悲しげやね。悲しげが多いんだね。これが一番元気だね。これしょしょしょ。どっからどっから。ちょっと元気すぎるか。まあいいか。スナフキンさんいらっしゃい。ハムノさんありがとう。いらっしゃい。お、隊長豆団子ありがとう。隊長フルキラとありがとね。嬉しい。イズキュン、マアットマークさん、ギウさん、テイヘンさんありがとう。キラ花束ありがとう。ありがとう。ジュンヤさん今日のポニーテールめっちゃ可愛い。お団子になっちゃった。ジュンヤさん来年の約束をしてくれればそれを目標に生きられます。え、どういうこと。来年お団子食べるって約束するってこと。今日嫌の小引き歌ね。これも嫌のかずらばしゃくものゆうのごと風も吹かんのに。へい、ありがとう。ひろしさん、にじいろさんありがとう。あー、梨いいね。 お団子食べたんだ食べたんだ。むねたかさんギフトありがとう。てけてけさん、ローマ字のゆうたさんありがとうございます。いや、ひろくん月出てないらしい。まあ、けど一応見てみようかな。ししまるさんかな。ししまるさんありがとう。ぬまずんさん、しんいちお団子ありがとう。きーやさんハートありがとうございます。え、すごいやん。猫プー中連まで上がったんですか。え、すごー。ファイトクラブやってるんだ。しかもファイトクラブ、あ、え、え、早っ、え、早っ、終わっちゃった。あ、お月見 BGM 終わっちゃった。あ、これも一応お月見らしい。すごいじゃん。底辺さん尊い、ありがとう。ローマ字のマサさん、
ギフトありがとうね。コシさんもありがとう。クリティブさんお疲れ様。底辺さんバラありがとうございます。お、コバもありがとう。団子の中では何が好み？私あの坊ちゃん団子がめっちゃ好きで、坊ちゃん団子って知ってる？みんな。愛媛県のね、多分ご当地お土産みたいな感じだね。坊ちゃん団子美味しいのよね、めちゃくちゃ。それはね、三色団子になってて、全部なんかあんこと白あんみたいな味がする。猫ぽかわいい、ありがとう。お、ひろくんも黒 T ですか？今日はね、あのいただいた T シャツで、あのスーパービーバーさんの T シャツをもらったので着ております。ありがとう。これライブでも着ていきます。あ、自分のじゃないよ、スーパービーバーさんの着ていくね。ありがとう。猫ぽかわいい、ありがとう。ひでゆきさんもありがとう。底辺さんもありがとう。ギフトタイさんかな、ローマ字のかわいい、ありがとう。お団子かい。花からさんかわいい、ありがとう。まみちゃん元気ないのかい？元気出してってね、ぜひ。ししまるさん、おがこさん、ギフトありがとう。お団子ぶっちふる、ありがとうございますね。寝る前にお月様見れるかな。ちょっとちらっと外を見るというのは覚えとこ。アントワーヌさんありがとう。お団子かわちありがとう。ジュンヤさん、ユッキーさんもありがとう。あ、ナノアさんありがとう。ユーキュー、10月11日嬉しい。カトケンさん、マサミユラさんありがとう。アントワーヌさん、花からさん、ギフトありがとうね。トミーさんありがとう。チョココロネがかわいい。頭の上でお団子作るのは全部取らないといけない。とりあえずもっとね、ここでポニーテールしてやれれば作れるけど、結構ねここ固めてたりするからもう無理かも。チョココロネ買いに行く。みんなお団子じゃなくてチョココロネにする。お団子ヘアはすぐできるよ、ひろくん。しかもね、お団子ヘアにする用のあのグッズがあるんですよ。それ使えばめっちゃ綺麗にお団子できるの。なんか丸いね、丸いグリングリンしたやつをこう使うとめっちゃ綺麗にお団子できる。トミーさん100キラありがとう。宗隆さん、ローマ字のマサさん、ギフトありがとう。10分、すでに。ローマ字のヨシさん、お団子ありがとう。あ、昨日のウーマンありがとうね。こちらこそ。タミオさんいらっしゃい。どんな髪型も似合う、ありがとう。ジュンヤさん、他にやってない髪型はあるか。虹色さん、お団子ありがとう。菜の葉さん、100キラありがとうございます。あ、白玉団子作れるね。確かに、ほんとだ。家庭科で作ったことあるわ。シャラクさんいらっしゃい。虹色さん、シャラクさん、ギフトありがとうございます。リッチさん、クラッシャーのぶさん、室井おさむ同士さんかな、中同士さんかな、ありがとうございます。レインボースターひろさん、 H が大文字のひろさん、ありがとう。ひろさん、あら、レインボースターめっちゃくれてありがとうございます。10個も嬉しい。中華丼ってレトルトかけるだけかと思ってた。
いや一応ね作ってる時が多いけど、でもレトルトもある。いつでも食べれるように。でコンビニも選びがち、中華丼。コロボタコ、ありがとうございます。もときさん、ありがとう。すすき HK さん、すすきありがとう。わ、松山月が綺麗なんだって、いいな。ワンダーさん、あ、そうじゃん、お花見とお月見同時にできるんじゃん、今松山城に行ったら。すごすぎ。キリンさんいらっしゃい、ありがとう。 HK ごヘアと、え、団子で早っ、つぶやいてくれてるのも私の団子ヘア。キラさんいいね、ありがとうございます。チャンギーさんギフトありがとう。なんだろうツッチ、それ力こぶとか、いやそれ見たことないな。それカズノリさんバラありがとう。え、モトキさんいいな、月見えてるんだ、いいな。ショウくんさんいらっしゃい。チャンギーさんギフトありがとう。M 大文字のマサさんもありがとう、ギフト。ヤフカラーホーさんいらっしゃい。コロコロコロガルさんありがとうございます。ひでゆきさんフル炭鉱節か、あー季節的にね。月が出た出た月が出た、こりゃ三毛炭鉱の上に出た。はい、これは今日のための曲かもしれんね。なるなりさん、なのはさんギフトありがとう。よこちゃんちゃんさん、よこぽんさんいらっしゃい。音楽ゆるい感じでよき、今いい感じじゃない？結構。きなこしさんありがとね。お団子にあった曲単語なんてどうって。単語とお団子にあった曲なの、どんなやつ。おー、ひとみさん700回なんだ今日で、ありがとうございます、嬉しい。千葉さん、アキスさんありがとね。ヨコポンさん、ジャーニャン隊長ギフト。トロケルさん、ヨコポンさんありがとうございます。コシさんフルありがとう。コシさん嬉しい。神奈川では全く月が見えなかった。そうなんよ、こちら辺はちょっと天気悪いみたいだよね。トゲいらっしゃい。おととい、あ、ありがとう、なんだろう、プレゼントありがとうございます。マッコンさんお久しぶりありがとう。ひとみさんいらっしゃいありがとう。アマトーさんフルありがとうございます。今日は招き猫の日、世界一かわいい招き猫、え、招き猫ポーズ、今日招き猫の日なの。この宝くじにさ、店員さんとかの横にさ、こうあるよね、このなんか手だけが動いてるやつ、これのイメージだわ、招き猫。ユッキーさんフルありがとう。ユッキーさん今日も、待って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 、
最近ねコメントがね流れていっちゃうんだよね、 TikTok みたいに。うわー、いい、どこだ、どこ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 、ね、あ、ここだ、ユッキーさん、体調フル、ありがとうございます。君の笑顔が好きだよ、にゃまー、夜勤中でも癒せるひなつきみ豆団子ポーズ。なんじゃそりゃ、ひなつきみ豆団子ポーズ。まあ、とりあえずこう丸さをアピール。はい、スピードバードさんいらっしゃい。カタカナのボンさんありがとう。ポンさんだ、ごめん、ポンさん。ローマ字のおさむさんいらっしゃい。お、コラボ炭鉱節ももらったよ、リクエスト。モッシュさんかな、 MOSH のモッシュさんありがとう。ローマ字ヒロさんとナノハさん、ギフトありがとうね。あ、ヨコポンさん売り切れてた、月見団子やはりか。お、坊ちゃん団子食べたことある、ブラッチ、美味しかった。いいサイズだよね。あ、本当、関東でも売ってるんだ、坊ちゃん団子。あら、コロボ、本当、コロボも食べたことあるの。甘すぎたっけ、なんかでも和菓子の中ではそんな甘すぎん感じやったけど、ほんと。 AK さんバラありがとう。ずったかさんいらっしゃい。わあ、ひたむきいいよね。あ、ヒロアカの曲なんだ、マックンさん。私ヒロアカ見てないんだよね、途中までしか。ヒロアカの曲ってよくやってるよね、何曲かされてる、スーパーピーパーさん。あとリベンジャーズが多いよね。あ、大きいサイズの坊ちゃん団子あるよ、見たこと。そう、大きいのがあるんだよね、ユッキーさん食べたことある。お土産で買うんだよく。ヤマピいらっしゃい。月見バーガーのんびり食べ過ぎてんだよ。お、マックの月見バーガー、いいね。ずったかさんハートありがとう。サクサクさんいらっしゃい。にわか雨降ってきて月が見えない。え、さらに雨まで降ってきちゃった、マジか。まことさんタコありがとう。ダーシャーさんお疲れ、ありがとうございます。東京の街中にネズミが多いのは野良猫が少ないから説。そういうこと。ひなほちゃんはどう思う。なんかね、東京ってね、道が狭いし、狭いとこがいっぱいなんかちょこちょこあるんだよね。そのせいじゃない、ネズミが多いのは。私もこうやって1年ぐらい経ったけど、東京来てもうね、5回以上はネズミ見たよ、この1年で。もうちょっと見たかも。あ、ネズミ最初見つけた時はめっちゃびっくりしたけど、ほとんどネズミ見たことなかったから、ネズミ来た、ネズミと思って、暗いのにめっちゃわかるよね、ネズミいるって。でもなんか3回目ぐらいからはなんか全然、おう、ネズミや、暗いネズミやって思いながら行くぐらいになりました。多いよね。ボーダーさん、風と海とさん、高星ハートさんありがとう。秀樹さんハートありがとう。おお、I love you めっちゃいいのよね。ねえ、元木さん、スーパービーバーさん、そうなんよね。サコサコさん、まことさん、ギフトありがとう。あきえもんさん、のぶーさんいらっしゃい。ボーダーさん、ボーダーさん、ギフトありがとうございます。マックンさん、
ちょっと赤いかもね、確かに。こっちの外側がね、目ね。ほんとだね。ローマ人の石さん、花束ありがとうございます。あ、でもすっごいね、いいグッズをもらったんだよね。コンタクトがさ、あ、でも私カバンに入れてるの。コンタクトが乾いたら使ってくださいっていうグッズをもらったんだよ。なんかコンタクトを生き返らせるやつありがとうまだ使ってないんだけど、もらった。ローマ人のよしさん、フルありがとうございます。今僕たちはあの夏を越えてゆく、新しいスタートは初めての連続で。ありがとう。のこのこさん、はじめましてですか。ありがとう。なるなりさん、ありがとう。どんだけ中華丼好き。なんかね、好きなんだけど、味で言うと天津飯が一番好きなんですよ。なんで中華丼かというと、中華丼の方が栄養が取れるなと思って中華丼にしてるんだよね。中華丼ってね、卵がない天津飯やん、言ったら。結構だから作るときはね、卵を入れてみたりもしてるんだけどね。まあ、中華丼が好き。まあ、中華丼も好きよ。いや、こんなこと言ってたら中華丼に失礼か。毎日あんだけ食べてるのに、本当は天津飯が好きとかって言って。ごめん、中華丼。大好きです、中華丼。秀樹さん、ありがとう。テクキラ。お、まことさん、それは風呂だ。ありがとうございます。俺たちの明日、エレファントカシマさん、わからん。本当にわからん、それ。聞いたことあるかな、まことさん。え、聞いたことないかも。なるなりさん、ローマ字のゆうたさん、若いさん、ギフトありがとね。クシャトリアさん、いらっしゃい。86さん、ありがとう。いつかひなほさんの歌を堪能したいな。え、ぜひライブやりますよ。力こぶだった。正解したんだ私、あの難しい感じ。ほんと、そう。なのはさん、お弁当箱ありがとう。若いさん、あ、ひでゆきさん、おがこさん、ギフト、ワンダーマークさんもありがとう。すごいね、土ありがとう。なんか昨日もなんかちょっと訓読みっぽかったんだよね、確か。今日もかと思ってね。リラックマ、本当にね、タケノコさんたちに当たらないんだよね。今日も一度もね、多分だけど一度も当たってない、タケノコさんと。わかんないけど、まずトイトイちゃんとそんなにいっぱい当たらなかったよな、今日。道秀さん、いらっしゃい、ありがとう。ペガサーさん、ハートありがとうございます。ユスファディ・ヌグラハさん、読み方がわからんありがとうございます。元気ですよ、とても。レジンのアクセサリー作り覚えて、今度は逆におひながおばあちゃんに教えて。なんか知ってそうだけどな、レジンとかも。おばあちゃん、ようちゃん、いやでも作りたいよな。ユッキーさん、ありがとう。ローマ字のアメグマさん、マサーサーティマさん、ありがとう。ようちゃん、とうとい結婚してありがとう。
お団子ヘアのスクショタイム。ちょっと待って、ちょっともうそれやるならね、ちょっと一回チョココロンで直そうかな。リュウありがとうね、あのギフト。おがこさん、マシャマシャさん、ギフトありがとう。あきえもんさん、イズキュン、ギフトありがとう。ロッピーさん、ユッキーさん、ありがとう。お、マー君オリジナルの風さん、今日もありがとう。ユッキーさん、お団子。ナノハさん、アイス、ありがとうね。ユッキーさん、ハート、ありがとうございます。うちのマンションのフロントにも動く招き猫ある。面白いね、伊豆急のマンション。ご利益ありそう。マヒマヒさん、いらっしゃい。ひらがな斉藤さん、流れ星ありがとうございます。あ、もくさん、お団子10個もありがとう。ポポポポ、ありがとうございます。おー、のぶしゃん、今読めたよ。何くれてたんだろう、ありがとうね。おやすみ。ピンさん、いらっしゃい。ひらがな斉藤さん、ギフトありがとうございます。としさん、ありがとう。ローマ字のサノピアノさん、いらっしゃい。こちら埼玉です。お月様が出たり入ったりタイミング次第で、あ、出たり入ったりタイミング次第で見れる。晴れてるとこもあるんだ。じゃあ関東の方でもいいピンで月見とすればよしって。確かにいいピンならある。カノーさん、ダルマレンジャーコティ。ナビちゃん、ありがとうございます。東京のネズミってなんか大きいよね。そうね。いや、愛媛でネズミを見たことないのよ、ほとんど。だからアリが大きいのかわからんけど、ちょっと大きいかも、確かに。ウサギ見えたらすごいわ、コロボ。月は見えてるけどウサギは見えんって。おやすみ、ありがとう。ナビちゃん、いらっしゃい。昔飼ってた猫ちゃんはネズミ加えてきてたりした。すごいね、猫の鏡だね、ネズミ加えてくるって。ヒロくん100キラありがとうございます。ありがとう。エイジさん、いらっしゃい。ありがとう。サトシさん、ありがとう。今日で私に出会ってくれて4年らしい。ありがとうございます。はよ、嬉しい、ありがとう。ヤマピー、ダルマレンジャー、コティ、ありがとうね。浦安にネズミいる。そんな限定的なの。浦安にいるんだ。あ、確かに飲食店に近いといるよね。確かに確かに。サモハンさん、いらっしゃい。ありがとう。赤花さん、ありがとうございます。ヤマピー、またグッズって言いそうになった。なんかヤマピーがさ、何かくれるとグッズって言いそうになる。ごめん。ギフトありがとうございます。なんでだろう。ナノハさん、結婚してありがとうございます。あら、 OK よ。坊ちゃん団子は松山城の上にもある店のが美味しいって友近さんが言ってました。すごい。あのテレビか何かで言われてたのか。あるよね、松山城の上にね、カフェがあるんですよ。松山城登りきると結構ね、しんどいよ、登るの。うわーって登りきったら、もうカフェがもう神のように見えるよ。ほんと美味しいんですよ、そこのカフェ。松山のなんかね、名物というか、アイスもなんかイオカン味とか売ってたり、アイスがいっぱいあるんだよね。
そこで一休みして、でまた登るんだけど松山城。だからまあ一番上じゃないよね。だから中間ぐらいにあるね、カフェが。菜の葉さん、結婚してありがとう。若井さん、エラさん、ギフトありがとうございます。おがこさん、ワンダーマークさん、ダーシャハさん、ギフトありがとう。キーちゃんさん、ありがとうございます。リュウ、若井さん、 AKA さん、ギフトありがとう。しゅんいちさん、いらっしゃい。ヨーピフル、ありがとうございます。今日は帰ってこいよが頭を巡っていたわけでなんか全部ごちゃごちゃになっとるよ、ヤマピ。それまだ引きずっとるやん、迷惑でしょうがを。どんどん混ざってきてるよ。帰ってこいよ、いいよね。サモハンさん、ネコプ、エイジさん、ギフトありがとうね。ケンスケ、あ、かわいい、ありがとう。お、ラブレターもありがとうございます。日高屋好きよ。メンバーたちとね、よく行ってた日高屋。東京に、せっかくさ東京来たから、日高屋やって言って日高屋愛媛ないんだよね、日高屋で。好きで日高屋よく行ってた。中華屋さんやろ。スイカさん、タコありがとうございます。あ、ナイスショットさん、お初です、はじめまして、ありがとうございます。エゴヒトさんの曲聴いてて、中でもライブで歌ってた曲聴くと生歌の感じ思い出して、ジーンとこないって。え、来るよ、来ます。でもね、本当にたくさん歌ってくれたからね、ほとんど多分歌ってくれてると思う。私がこう聞いてきたやつは、からもう何聞いてもそうなる。まみちゃん、ありがとう。ん？あさとしさんに、ラブリーひなきゅんきゅん。4年だって。ありがとう。ヒロロスさん、いらっしゃい。ありがとう。ナイスショットさん、ありがとうございます、嬉しい。梶山さん、ありがとう。今日の髪型かわいい。ほんと？見える？これチョココロネだけど。スイカさん、ジージーありがとう。シギータンさん、ありがとう。ガチャさんひらがなのおさん、今日もありがとう。ナノハさん、結婚してありがとう。ブラッチフル、ありがとうございます。トイトイちゃんのリーチ時の歌が歌えるかな。あー、待って、わかんない。勢いがいただだ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 、ポイント全振りする。余裕ぶちかましていたけど、だだ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 。やばい、歌詞が全然わからん。なんかところどころ聞こえるんだけど、なんかもうそれどころじゃなくてさリーチしたらいつもこうドキドキしてるからさ、リーチしてるときは、麻雀中リーチしたらね、私のトイトイちゃんが歌ってくれるわけよ。リーチの時はこう踊りながら、テテテレタレタダーって。でもそれどころじゃない、本当に聞こえてない、半分ぐらい。ちゃんと聞かないかんね。YouTube とかであるのかな、どうなんだろう。お、アバイさん、 ABAYY さん、はじめまして、ハートありがとうございます。リュウフル、ありがとうございます。
フリーレンの日向ぼっこしているような顔もひなぽのほのぼ笑顔もどちらも癒しです。あ、フリーレンの表情ってこと？フリーレンどうなのよ、今やってるやろ。ピルクルお団子ポポポポポ、ありがとう、たくさん嬉しい。ナイスショットさん、タコありがとうね。おう、チュッチーぜひ聞いてください、ありがとう。おやすみ。あっちゃんさんありがとう。エラさんカウントありがとう。スイカさんフルありがとうございます。ヨシンコの歌サビのところをお願いしますって何？え、ヨシンコの歌、ヨシンコの歌なんかあったっけ。ヨシンコされたきゃ俺んとこへ来い。めちゃくちゃパクリになっちゃった。よしんこされたきゃ俺んとこへ来い、俺もされたいが。ストンコさんいらっしゃい、ありがとう。確かにね、ブラッチそうだね。あの一回ね、その私がもう始めれる時に、もう今から始めますって言っちゃうから、あのもうちょっと前に配信みたいに何時からやりますとかだったらね、来やすいかもしれない、ね、いつできるか分かんなくて、いつも。でもできる時はそれするね。小太郎さんユウトありがとう。ローマ字の佐藤さんありがとうございます。ヤスーさんかいね、これは。ヤスーおじさんだ、ヤスーおじさんありがとうございます。タカヒロさん、お、ギフトくれてる。オカムさんもありがとう。ネルさんありがとうございます。今日はスーパービーバー T シャーツありがとう。月の模様がカニに見えたりワニに見えたりする国もあるらしい。え？どういうこと？あ、そういうこと？ウサギって言ってるのはさ、月の模様がウサギなの？もしかして私たちから見える月は。すごい、甘党さん瀬戸里歌いに行ってくれるの？カラオケに。甘党さんありがとう。ダシャハさんギフトありがとうございます。ミミさんいらっしゃい。マサミユラさんハートありがとう。あ、浦安のネズミ夢の国か。ええ、ディズニーってさ浦安なの？住所浦安。ワンダーマークさん、ローマ字のマサさんギフトありがとうね。アントワヌさんフォローありがとうございます。窓から月、綺麗な月見えてるけど、ひなほの美しさにはかなわない。今日はだって一番のお月様の日だで。いいのかい？ありがとう。確かにヤマピーはパネル職人。いつもいいパネルをありがとう。本当に。ぬのはさんかわいい、ありがとうございます。スコールさんいらっしゃい。今日6回目の、あー、6回目、そうなんだ、ワクチン打ってきたようだって。腕痛くないかい。さとしさん、ローマ字のよしさん、ダーシャーさんギフトありがとうね。のりたまおかえり、お仕事だったの今日。え、寝れてる？のりたま寝てる？ローマ字のよしさん、今日仕事の行き車運転してたら
猿が通った。どこに住んの？山奥住んどる？よしさん、猿と出会うことある？猿は会ったことないな私。タヌキはいるけどね、愛媛結構タヌキいる。猿かないな、見たこと。プロトンさんいらっしゃい、ありがとね。ノリタマギフトありがとう。おお、マックン、バイシンジいいよね。あ、私も釣りしとりました。バイシンジではないけど、その海沿いで。アキエモンさん、客キラありがとう。ノブオンさん、ありがとうございます。トンちゃんさん、サイさんいらっしゃい。マサミウラさん、豪華やね今日。満月、綺麗な山の上の露天風呂行ったんだって。月見ながらお風呂入ったの。小太郎さん、フル、ありがとうございます。いや、その栄光ちゃんバージョン難しいんやって。カノエコちゃんバージョン、葛飾ラプソディ、ティリリリティリリリリリリリティリリリリリ、どうぞ。中川に浮かぶ夕日をめがけて。ちょっと私の今できる栄光ちゃん。菜の葉さん、お疲れ、ありがとうございます。のぶおんさん、さいさん、ギフトありがとう。え、日高屋って中華じゃない？日高屋は静岡にもないので行ったことないです。あれ、じゃあ東京にしかないんですか、日高屋って。のぼんさん、ギフトありがとう。ファントムさんいらっしゃい。ゴエモンさん、子供の頃カラオケでよく歌ってたの？帰ってこいよ。あら、ほんと。ハラメタル、ノブオンさん、タカホシ、ハートさん、ギフトありがとう。ダリタマフル、ありがとうございます。4周年のサトシさんに。愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに、それだけでいいのに。ティッティリリティリティティティン。姫みきゃんさん、ハラメタルギフトありがとう。菜の葉さん、ファイトありがとう。わあ、ゆきさん、日高屋の中華丼食べたことないな。ずっと天津飯だ、日高屋も。松地下タウンいいよね、横ポンさん。いいのよ、松山来たら行ってみて、みんな。愛媛松地下タウン言うて、あのご飯屋さんとか並んでる。睡眠教さん、ありがとう。ストンコさん、ひめみきゃんさん、スエさん、グッズじゃない、ギフトありがとう。やばい、グッズって言っちゃう。スエさん、ありがとうね。ほほほい、国士無双、ほほほい。ハラメタルンバラ、ありがとうございます。野菜タンメンも食べたことないな、小太郎さん。めっちゃいいねそれ。野菜タンメンってすごい惹かれるわ、その題名。日高屋もサイゼリヤも愛媛になくてピエン。そうなのよ、サイゼリヤないんだよね愛媛に。あの、私がこの間間違えた、あのディズニーって言ってた、あのデニーズもちゃんと覚えたよ。デニーズってもうないし、
でも愛媛にはジョイフルがあるから、ジョイフルファミレス。おかむさんいいね、ありがとうございます。お、清水さん本当だ、お久しぶり、ありがとう。にじろさんフル、ありがとうございます。配信始まるまでフリーレン見てたけど1話ごとに泣けた。待って、え、1話ごとにって何、3話とか2話とかつながってるの？もう終わった？フリーレン。お、大工さんフルキラしてくれてるの？これ読み飛ばしたんだな、多分。ごめんよ、ありがとう。本日も、あ、もう56分だ、ありがとうございます、たくさん。来月の、あ、もう、え、明日で9月終わりですが、10月の11日に渋谷でライブがあります。ぜひあのカバー曲の平成だけの曲を歌うというカバー曲ライブをさせていただきますので、ぜひお待ちしております。渋谷の宮下パークの中にあるところでやります。あとは10月はサーキットフェスも、下北沢のフェスに呼んでいただいてて、そこでもちょっとライブさせていただきます。あとは11月5日に11月5日に私の6周年ライブもあります。これは愛媛なんですけど、ぜひ初めて愛媛に来たことないよっていう方もライブ見て観光して帰って、お待ちしてます。ありがとう。今日も菜の葉さん尊い、ありがとうね。おかむさんフル、ありがとうございます。あ、え、あ、そうか、明日また土曜日、木梨の会ある日。え、違う、今日のお供カップ国士無双のやつじゃないです。え、本当や、国士無双上がったのに、それ持ってこようかな。まあいいか。じゅん殴らかもさん、はじめまして、ありがとうございます。どんな名前や。わあ、ブレイブさん見たんだ、早々のフリーレン、いいないいな。いいな、ユキーさん、お月見られた。物販にあったカセット風アクリルキーホルダーは売るのか。売ります。ちょっと手違いがあったようで、一旦売れなかったんだよね、昭和編の時に。でもあの売るって言ってた。ぜひゲットしてください。あの平成の時に一緒に売るのかな。そうか、その心配もあるのか、MP 台が空いてないという。そうなんだよね、その心配もあったわ。ほんとだ。ヒデイさんいらっしゃい。トリーさんハート、ありがとうございます。月の模様は世界どこでも一緒。お、そうなんだ。菜の葉さん、若井さん、お団子ありがとう。ダーシャハさんもギフトありがとう。おお、北のマー君ありがとう。それは国士だ、国士国士。浜子さんいらっしゃい。ムーランさんありがとう、ありがとう。あ、北のマー君ありがとう。かぐやくま、ありがとうございます、嬉しい。のりたんもありがとう、ありがとう。カムシカさん、ローマ字のヨシさん、ダーシャハさん、ギフトありがとう。ナノハさんもありがとうございます。猿もキジもいたの。ゆずきゅん、確かに桃太郎じゃん、猿もキジって。
でも友達もね、ちょっと山の方住んでて、週2ぐらいでイノシシ見てたって言ってたの。登下校で週2ぐらいのペースでイノシシいるって。えこいちゃん、あ、日高屋は関東ローカル。埼玉、あ、埼玉が本店なの？埼玉に本店があるのかな。フォレスト系男子さんいらっしゃい。イズキュン、花束、ファさん、10個もありがとう、嬉しい。はるかさん、こばせんさんいらっしゃい。のりたーまー、ローマ字のマスさん、ギフトありがとうございます。きんちゃんいらっしゃい。やまこさん、ギフトありがとう。ショコラさん、ありがとうね、ギフト。大文字のテストさんいらっしゃい。あ、そうなんだ、なるほどね。日高屋、日高屋について詳しいな、みんな。カップ麺食べてるけど好きなカップ麺ってあるって。カップ麺か、どん兵衛かな。どん兵衛のあのお蕎麦のやつがめっちゃ好きで、めっちゃ食べてる。そりゃもうどん兵衛さんよ。どん兵衛です。あ、ヨッシーさん、ジョイフル、そうだ、ジョイフルは九州地方が本場だもんね。知らなかった、前聞いたことあるんだよ、ジョイフル知ってるって。そう、知らない人多かったよ。のりたま、告知ありがとうございます。今日もこばせんさん、ギフトありがとう。カタカナのバニーさん、ありがとうございます、嬉しい。あら、ブラッチ歌詞探してくれてたんだ。そうかそうか、ちょっと聞いとかないかね。なのはさん、ギフトありがとう。バンクーバーさんいらっしゃい。わさびさんいらっしゃい、ありがとう。バンクーバーさん、ワンダーさん、ギフトありがとうね。イナッチさんありがとう。月は女性の象徴、へえ、そうなんですか。ヨコポンさん、なんでだろう。いや、月っていいよね、目でもめっちゃ。バンクーバーさん、フロー、ありがとう、バンクーバーさん。くまたかさんいらっしゃい、ありがとう。どん兵衛おいしいよね、ほんとに。スイカさん、ハートありがとうね。ユッキーさん、どん兵衛食べたの今日。そうかそうか。ナノアさん、ありがとうね、だるま。よし、じゃあ一回読み切ったから。でも今日のお供はお月見っぽいわ、意図してないけど。じゃじゃん、見た目がめっちゃお月。朝日の秋限定トロット用なし。みんなこれで許してくれる？お団子忘れたこと。あ、そうだ、お団子スクショのリクエストもらってたよね。お団子スクショね。このあと買いに行く。いや、どうしようかな、売ってるかな。でもね、買いに行ってるとね、12時前とかに始めるのもなと思って、 TikTok。
では、音もある方一緒に乾杯。ちょっとお月っぽい。うん、うわあ、すっごい梨。なんか梨の酸味がキュッてなってる。トロッとしてる。確かにこのトロッとが自慢というか売りっぽいんですが、トロッとしてます。美味しいね。ちょっとトロッとして、すごいなし、すごいなし。うん、これはなし。ちょっと一回このもう一回お団子作っていいですか。あ、すごい、もう跡がついてる。よいしょよいしょ。くるりん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 。なし、ひなし、はい、ひなしです。今日は、よいしょ。あ、でもやっぱりチョココロネだな。やっぱりチョココロネだ。いい？チョココロネでも。あ、ちょっとしかもなんかさっきより下手かも。こうか。よし、ちょっとだけじゃあ。ちょっとスクショタイムするなら、ちょっとだけリボ塗っとくか。取れてきたからね。はい、うん、じゃあお月。あ、でもお団子を見せないとだもんね。ちょっとチョココロネになってる？これもしかして。あー、こう向いたらもうお団子見えない。ちょっとどうなってるか不安なんだけど、これ。あ、こうやってこう横向けば。あ、お月見てるポーズなるんじゃない？これ。どう？形が洋なし。もうやだ。バッチリ。ほんと？まあ、チョココロネということで今日は。ちょっと見とくわ、後で。梨の妖精？私？そうかも。よし、ちょっとゆっくりしすぎた。ランキング読みいきます。13位ダーシャハさん、ありがとう、嬉しい。今日もありがとうございます。12位、お、コウタロウさん、ありがとう、嬉しい。壇上だよん、今日もありがとう。11位、小賀子さん、ありがとうございます。おがこさん。11位、若井さん、ありがとう、誕生だよ、今日もありがとう。は、変わった。13位がダーシャハさんで変わってないか。ここ12位コウタロウさん、ありがとうね。11位がおがこさん、10位が若井さん、ありがとう若井さん。9位、ローマ字のマサさん、ありがとうございます、嬉しい、今日もありがとう。8位が、ワンダーマークさん、ありがとう、ワンダーさん、嬉しい。ラッキーセブン、北野マークン、ありがとう、明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、モクさん、ありがとうございます、誕生ありがとう、今日も。そして5位、お、ブラッチー、ありがとうブラッチー、遅くにありがとう。あ、遅くにじゃない、長くありがとうか。4位、ナノハさん、ありがとうございます。
んありがとう、いただいて。そして3位、あばん、お、ピルコロ、ありがとうピルコロ、たくさんありがとうございます。そして2位、あばん、 H が大文字のヒロさん、ありがとうよ、2です、たくさんありがとうね。そして今日の第1位、あばん、桜タイガーさん、おお、ありがとうございます、たくさんいただいてる、ありがとう、わーい、嬉しい。てことで3540位、盛り上げ、たくさんありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローして、また会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、ちょっとめっちゃ過ぎてるけど、ひよっと一曲選んで歌って終わりたいと思います。リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。よー、イタネルズさん、はいさい、はいさい、ありがとう、ほほほい、ほほほい、三日月、結構、なるほど、三日月、あ、三日月はでもあれか、ムーンライト伝説、なるほど、確かに確かに、さよならの夏もね、いいよね、この季節ね。微笑みのブルマージュ、君空奇跡いいよな。あずさ2号スターライトパレード、ハートキャッチパラダイス、団子大家族、おお、大家族の方、初恋サイダー、お、三日月多いね、あら、三日月多いな。かまど炭治郎の歌、いいね。あかり、ふむふむふむ、僕の善意が壊れて、ムーンライト伝説も多いな。ディリンディリディリディリ、あ、月の雫わかんない。新一プラチナ、満月の夜ならっていう、あいみょんさんの曲、アドさんの、なんて読むんだろうそれ、ジュピターか、月に吠える、みんな月系だね。アポロ11号、よし、君そう、じゃあ、今日はちょっと遠めにしとこうかな。あ、ちょっと映りすぎやね。ちょっと映りすぎたマイク。はい。今日はちょっとリクエスト多かったから。頑張っているからねって。
つながっているからねって、愛してるからねって、ありがとう。すごい花火上がったね。ありがとうございます。あら、虹まで、ありがとう。今日はあやかさんの三日月でした。リクエストありがとうね。満月だけど今日はお月様の曲。今日はね、ようちゃんありがとう。虹色さん、ま、ブラッチ桜タイガーさん、ごめん感謝さ、ファントムさん、イズキュン、ナノハさん、ブラッチ、ヤマピー、ありがとう。ミラボー、ありがとうございます。あ、ナノハさん、虹ありがとう。虹、あとカンちゃん、拍手ありがとうございます。嬉しい。花からさん、秀幸さん、スイカさん、ローマジヨシさん、ヒロポンさん、チョコレートさん、コバセンさん、モッチさん、マコトさん、ゴエモンさん、ナノアさん、リュウ、待って待って、マヒマヒさんか、マヒマヒさんありがとう。タケミちゃん、タケちゃん、 DRM リーダーさん、ワンダーマークさん、タケミちゃんか、ワンダーマークさん、マイムヤさん、ありがとうね。では遅くまでありがとうございました。ちょっとだけ終わったら TikTok 配信しようかなと思ってるのでお待ちしてます。おやすみー。あ、ほんとだ、4000盛り上げありがとう。5、4、3、2、1、おやすみー、ありがとう。